こんにちは、キレイになるというチャンネルのくんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じのゴム一つとミニクリップでできる1分まとめ髪ヘアアレンジです。今回ご紹介するアレンジはこの髪の長さでもまとめられるヘアアレンジになっています。で、慣れると1分くらいでできちゃう本当に簡単なヘアアレンジになっているので、ぜひ皆様に挑戦していただけると嬉しいです。やっぱりアメピンが苦手な方だったりもいると思ったので、今日はミニクリップという挟んで留められる簡単なヘアアクセサリーで仕上げていこうと思うので、ピン使うのが苦手とかヘアアクセサリー難しいのは使いこなせないかもみたいな方もぜひ挑戦していただけると嬉しいです。というわけで早速使い方とかも含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。なるってよ。はい、じゃあ今日使うものは、さっきも言っちゃったんですけど、まずはこちらのシリコンゴムです。で、こちらのシリコンゴムは自分の髪色に合わせてゴムの色も選んであげるのがおすすめです。髪が暗い方は茶色とか黒のゴムを選んであげて、髪がハイトーンで明るい方とかは透明のゴムの方が目立ちにくいかなと思います。で、私がよく使っているこのシリコンゴムは PU バンドっていうシリコンゴムになります。検索すれば普通に出てくると思うんですけど、もし探すのがめんどくさい方はこの動画の概要欄に愛用品っていうところがあるので、その URL タップしてもらえると探せるようになっているので、ぜひチェックしてみてください。で、あとはさっきも言っていたミニクリップですね。こういうちっちゃめのクリップになります。こちら色や形は何でも OK です。お好きなものを使ってやってみてください。使うものはこれで以上になるのですが、ヘアアレンジをする前にスタイリング剤っていうのをつけてほしいなと思っていて、今日もこちらルフトケアデザインワックス D、 こちらのヘアワックスを使っていきます。こちらは私とルフトさんで共同開発させていただいたものになります。もし気になる方がいたら概要欄に詳細貼っておくのでチェックしてみてください。じゃあ今日はアメピンとかは使わないので使うものは以上になります。で、ここからヘアアレンジ解説していくのですが、終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。まずはワックスを全体的につけていきます。髪質や髪の毛量とか髪の長さでワックスを使う量は違ってくるとは思うので、手に出してつけてみて、足りなかったら足して、足りなかったら足してってやっていただくと、つけすぎずつけなすぎずいい感じの塩梅になると思うので、最初の方はちょこちょこつけてみてください。ちなみに私はこのくらいの量をいつもつけています。髪全体にワックスをつけることができたら、髪の毛を一つに縛ってください。縛る位置はあまり高い位置ではなく、少し低めを意識して縛りましょう。穴を開けていくのですが、真上じゃなくて少し斜めの位置に穴を開けていきます。ここに毛先を入れ込んでいきます。両端の髪の毛を真ん中に持ってきて、これをミニクリップで留めていきます。もうこんな感じで完成です。で、私の場合は襟足の髪の毛が短くてぴょんぴょんこんな風に出てきちゃうので、これもミニクリップで留めちゃおうと思います。こんな感じで完成です。なるってよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。
今日は縛って穴を開けて毛先を押し込んで止めちゃうっていうめちゃくちゃ簡単なヘアアレンジを解説してみました。まあ、私より髪がもう少し長い方はポニーテールの部分をお団子に縛ってあげたりしてもできるヘアアレンジになってるので、自分でもアレンジして挑戦してみていただけるといいかななんて思います。はい、というわけでまた皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。